様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回は本日発売になりましたね、ボルボ P220-220 アマゾンエステートでございます。こちら本日ゲットしましたね。で、大野、今日本日じゃねえだろ、昨日だろって言われる方もいらっしゃるんですけどね、夜が明けるまでは本日、今まだ土曜日という感覚で大野は、やっております。はい、ちょっとまだもう12時は超えてるんですけどね。はいね、エディオンさんのね、限定車の動画を作ってたりしたらね、もうその日を超えてしまったっていうパターンでございます。で、大野はね、今日珍しくトイザルさんに並んだんですよ。で、並んでね、まあ14番目だったかな。で、まあ、10番以内に入ってないとまず買えないだろうなと思ったら、これとですね、あと、こちらですね、ワーゲンのコンビのやつですね、この短いやつです、デフォルメされた。で、こういうね、短いやつはあんまり大野は買いたくはないんですよ。ワーゲンバス大好きなんだけど、あんまりね、リアリティがないじゃないですかね、本物の車じゃなくて。ただしね、今日はこの2台しかもう14番目でね、こうカゴに大野が並んだ時はこの2台だけが残ってたんでね、まあ大野今日の縁はこれ2つだよっていうことでね、まあ、天からのおぼし飯ということでこの2台を購入させていただきました。はい。で、これはね、これちょっと、裏見ましょうね。裏を見てもらうと分かるんですけど、今回ね、この5車種 1,2,3,4 5車種がね販売になったんですよね。ホットウィールのポップカルチャーシリーズっていうのかな、これポップカルチャーシリーズ、あ、シリーズ名が書いてないのか。はい。で、この5車種が今回ね、今日、2023年10月21日から販売になったのですが、大野は、こちらとこちらがゲットできたという。で、このね、謎車の、これムーンアイズでね、かわいいんですけどね、謎車だから欲しくなかったし、これもね、エンジンルームからボコーってこう出てるね、ドラッグレースみたいな感じのやつっていうのもあんまり、こう、ね、日本人だからドラッグレースに馴染みがないから、思うのはそんなに欲しくないんですよ。ただしね、これがね、一番人気だったと思うんですよ。日産のね、スカイライン版。しかも、東洋タイヤの、ね、ロゴ付きですよ。これも超一番人気だったでしょうね。もう一番目の人が全部買い占めたんじゃないかなっていうぐらいの勢いだったですね、きっとね。まあやっぱりね、みんなこれはね、このタイプはね、もう飽きてるっていうかね、まあ最初珍しいなと思うけど、やっぱりね、こういうのはこうあまり馴染みがないっていうかね、デフォルメされてもちゃんとここ全部作れよって感じですよねまあ好き好きなんですけどね。はい。ということで、今回はね、この K&N、フィルター、車のフィルターとかね、バイクのフィルターで有名になったメーカーさんです。はい。で、ちょっとね、スマホをよく、倒れたペン立てが、スマホをね、横にしてもらっていいですか。横にしてもらうとこれ全体が見えますんで、はい、この状態です。これが外パッケージですね。で、裏側いきます。裏側、5分の5っていうのは 1,2,3,4 5台のうちの5っていうことですね。で、もう一回、こんな感じです。これも、英語表記に、マテルさん、日本のマテルさんがシールを貼ってるという状態ですね。で、表に戻します。はい。で、これで、ちょっともうスマホを元に戻してください。ごめんなさいね。いろいろさせてね。すいません。で、ちょっと説明しますね。ホットウィールのプレミアム、お高いシリーズですよ、と。で、今言った5分の5っていうのは、今回のシリーズ 1,2,3,4 5台売られるうちの5台目ですよ、と。で、これはまあ K&N っていうそのね、ロゴのメーカーのことですね。で、ここに、車種名が載っています。ボルボ P220、アマゾンエステート。これまあ、通販のアマゾンとかが始まるもうだいぶ前からね、だいぶ前に1950年とか60年かなとかに発売されて乗ってた車なんでね、アマゾンとか全然関係ないです。で、メタルっていうのはメタル、鉄です。鉄のボディに鉄のシャーシということですね。それとここリアルライダー、
リアルライダーっていうのは、生のゴム使ってますよ、ゴム使ってますからね、はい、中出し台、そんなことは言わんでいい、はい、王のね、いらんことは言うなと、お子ちゃまも見てますからね、もう、はい。18金ですよ。ね、18金つってもあの金がね18金でお高い金じゃないです。で、大の開けで開けていきます。普通の方はね、ここを表をね、ここのビニールっていうか、あのブリスタの部分グーってカットしたりこうやってするでしょう。大野の場合は、いつも説明してますように、ここの裏側をコの字にカットします。これが大の開けです、伝統的なね、はい。でここのところでまずはカットします。で下まで行ったらここがね、歯が止まるんですよ。ここ見えてますかね、あんまり今日出してない、あ、もうちょっと出そうかな、ギリギリまで出してもう一回しようかな、はい。あら、これ今切れてなかったっけ、切れたよね確か、こうでしょ。あら、これがなんかちゃんと止まってないね、止まっていこうぜ、閉まっていこうぜ、こうね、ここまで行ったらほら歯が止まるんですよ、このブリスターに当たってね、透明部分に。でこれで一回抜いていただいて、ここからね、ちょうどもうちょっと中でいいかな、行き過ぎた感じある、もうちょっと中から下までねグッといきます。これ結構硬いね、でここで止まります。で抜いて、さっき途中から始めましたからね、途中のとこからもう一回差し込んで下までいきます。そうするとここでね止まります。でこのね、大の開けっていうのは、別動画でちゃんと作ってるやつがありますからね、興味のある方はそちらもね見てください。でここで行ったら、ここまで行ったら終わりです。はい、これで抜いて歯をちゃんと安全に閉じて、これでね今ここがコの字にカットされています、コの字にね。でそうするとこれでここを一番下のところでグイグイグイとねやります。そうするとここがね扉のような形で、コの字にカットされて、伝統的なね大野の大野開けということになります。はい、大野開けで、これで今ので、あら、閉めたらねまたこうで横からねスローンと出てきますから、で閉めたらね、はい、大野開け画期的でしょ、これぜひやってください皆さん。あ、ちょっとね、もういいや、でなんなで大野は、あ、かっこいいな、かっこいい、うわ、バンパーがついてるけどかっこいいな。なんかこういうのってバンパー外すとめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、昔の車ってね、レトロのやつ。ということで2倍にしましょう、2倍にドン、はい、うわー、なんかローダウンめちゃくちゃされてますよね、あ、すごいなこれ、なんかカスタムカーっていうかね、アメリカ的というか、ボルボをアメリカ人がカスタマイズしたよってね、あの K&N の、 あのピットクルーたちがね乗ってくるっていう感じですよね。お、で今ね横にして今ふと気がつきました。これ普通ね、エステートバンっていうと4ドアなんですよ。しかしこのデザインは、デザイナーのねこの方作った方は4ドアにしてないですよね。はあ、これもちょっとこうなんかあれですよね、うん、カスタムカーっぽくなってた感じなのかな。フォードアだとちょっとやっぱやぼったい感じになるから、ツードア仕様なんでしょうね。うわ、これメッシュのホイールがかっこいいですね。これは着色シルバーにすると、スポークシルバーにするとめちゃくちゃかっこいいな。これきっとすごいこう抜けてはないんですけど、すごい精密にこう表現されてますもんね。あ、これは塗りたくなりますね。お、あ、顔つき、顔つきもこれがまたいいじゃないですか。はあ、いいな、いいな。はあ、はあ、はあ、横もね、あ、もうここにもちゃんとこうちょろっとこうねついてるし、ここのウィンカーとかもねしっかり着色されてるし、ここがね、中のグリルがね別パーツですね。ここがメタルボディなんで、こう下から来てるわけじゃなくて、ここプラスチックのパーツが別で来てますね。すごいなこれ。え、パーツ構成どうなってんだろう。この中のこれスモークドガラスになってるから、中が全然見えないから、ちょっと中の形状が分かんないんですけど、もしかしてこう真っ暗にしてるから中は手抜きしてんのかな、もしかしたら。
で後ろ、あ、後ろもよくできてますね。おお、着色分けがすごいなこれ。すごいすごい。あ、これはすごいな。で裏側行きましょう。裏側、これ見にくいけど、ボルボ P220 アマゾンエステートって書いてますね。ホットウィール2020年、あ、嘘、2020年の金型ということは、これめっちゃくちゃ新しいんですね。っていうかそうですよね、大体ドイツ車だからボルボですからね、アメ車その当時はね、ミニカーとして作ってなかった可能性ありますもんね。最近になってこう金型作ったんですね。へえ、だから割とこうリアリティがあるっていうか。あ、であのね、これあのさっき最初に言ったようにね、リアルライダーズですから、ここゴムタイヤですね。ゴムですよ、生のゴムそういうところ強調せんでいいっていうね。はい、という感じで今回はね、この、はい、ボルボね、ボルボの S8 版で、しかも2ドア仕様というね、普通ありえないかな、ね、4人乗って、家族でね旅行に行こうとかピクニックに行こうっていうのが趣旨ですからね、大体それとか、荷物をね、まあ、商業的にも、商業的な版であれば逆に2ドアで、ここのガラスの部分がパネルですもんね。まあ、そんなこんなは置いといて、よくできております。ということで皆様ごきげんよう。孤高のチャンネル。